どうもみなさんこんにちは。今日は身長反射についてお話したいと思います。身長反射というのは、筋を伸ばした際に、筋が切れないように、筋自身が収縮する働きのことを言います。それでは見てみましょう。筋肉が適切に働くためには筋の情報を中枢に送り情報が統合されなければなりません。嗅神性の情報は筋の中にある筋房水と腱の中にあるゴルジ腱房水の2種類があり、張力受容器により脊髄に伝えています。筋が伸ばされると筋房水が興奮し 1A 群繊維を介して脊髄の後根を通り広角に入ります。前角にある運動性神経細胞 α 細胞を介して α 運動繊維に伝わり筋を収縮させます。これが身長反射です。ストレッチを行う際はこの身長反射を理解して行うと良いと思います。例えば反動をつけて行うバリスティックストレッチなどではこの身長反射を招きやすくなってしまいます。そのためにこの身長反射を招かないような、範囲で反動をつけて行うと良いと思います。それではまた。